松屋さんに夕飯食べにやってきました。食べたかったのこちらなんですよ。ちょっとこれ松屋さんのニュースから引っ張ってきたんですけど、これ、夏のスタミナメニューカルビホルモン丼新発売ということで、6月25日、昨日からですね、発売された、カルビホルモン丼、早速呼ばれましたよ。もうね、早速いきますよ。生野菜はセットしました。これがね、カルビホルモン丼なんで、ホルモンいましたよ。プルンプルンそうですよね。それではいただきます。これね、ニンニクの茎がね、彩りいいですよね。紅生姜セッティングしてます。そして、七味もセッティング済み。で、フレンチドレッシングもダクダクはデフォルトです。それではね、カルビホルモン丼いただきます。まずはこのニンニクの茎、もうね、コクコクいってほしい、ポキポキいってほしいですね。さて、これはホルモンかな、これはカルビかな、これはホルモンの、端っこですね。でもこれ小さいけどね、存在感、食感存在感抜群ですね。で、これホルモンコリコリですよ。美味しい。このタレがね、甘辛いタレでね、ニンニクの風味抜群なんですよ。なのでこれ、ご飯しみしみがもう止まらない系ですね。甘辛いタレがしみしみなご飯の後は紅生姜ですよね。これももうこれもデフォルトですね。もうとってもよく合います。そして家族は、松の家さんのメニューから、ロースカツと唐揚げ定食食べてました。これも美味しそうですね。揚げたてなんでね、熱々で美味しいんですよね。さて、このタレしみご飯がね、もう止まらない系なんですけど、甘辛さが絶妙なんですよね。そしてこれ、ホルモン今もコリコリなんですよ。コリコリ。食感、もう歯が喜んでますね。さて、このあたりでね、七味をパラッとかけて、よりね、スパイシーにいただきたいと思います。このタレしみご飯ですよ。七味たっぷりかかってますからね。もうね、このタレしみご飯だけでね、丼一杯食べれそうなぐらい、これ本当に美味しいんですよ。そしてこれ、カルビですよ。七味たっぷりですよね。これは、麦うまですね。牛丼のお肉よりも分厚いんで、食感がむぎゅっとくるんですよね。さて、このあたり、ちょっと見た目はね、あれなんですけど、このタレしみご飯がめちゃくちゃ美味しいですよ。ちょっと甘めなんでね、食欲そそるんですよね。このタレしみご飯にホルモンもろともがもう麦うまですね。コリうまですよ。ニンニクの茎もね、とっても美味しいですね。いいアクセントになってますね。さて、このあたりであると嬉しい味噌汁ですね。このお味噌汁、これもね、チープな味だけど美味しいんですよね。やっぱりあるとほっとしますよね。そしてこのあたりでピクルス代わりのね、フレンチドレッシングダクダクの生野菜をいただきます。これですね、もうね、ダクダクなんで、ね、甘酸っぱくて美味しいんですよね。松屋さんの、フレンチドレッシングの甘くて美味しいんですよね。さて、このあたりのキャベツを食べて、このタレしみご飯をいただきますよ。このタレしみ加減ですよ。この甘辛いタレがね、ご飯にほんと抜群なんですね。で、そこに七味かかってるんで、よりスパイシーになってますね。ニンニクの風味も抜群です。さて、美味しく食べ進んでると味噌汁がね、なくなっちゃったんですけどね、大丈夫です。もうデフォルトでおかわりしてますからね。もうね、味噌汁おかわりはデフォルトになってます。それでは味噌汁に、七味をかけながら、この、フレンチドレッシングダクダクの生野菜ですね。このドレッシング甘くて本当美味しいんですよね。ついついかけすぎちゃうんですけど、かけすぎぐらいがちょうどいいですね。さて、これカルビでしょうかね。七味たっぷりのカルビがね、むぎゅうまですよ。タレが染み込んでて、それがね、肉汁と一緒にむぎゅってなった瞬間にスパイシーな七味がね、より美味しさの輪郭がね、はっきりしてくるんですよね。で、もちろん紅生姜合いますよ。そしてこれはホルモンですよね。これホルモンですよ。左がね、カルビで右がホルモンですね。これ間違いないですね。で、これはコリコリですよ。カルビとは明らかに違うコリコリ感がたまんないですね。そしてここにもホルモンいましたね。これホルモンですよ。これ明らかにホルモンですね。裏はね、プルンとした脂身ついてますね。美味しい。むぎゅっとしてコリコリで、脂身がね、じゅわっときますね。からの、このタレしみご飯ですね。これも至福のスパイラルですね。このね、茎がね、食感いいんですよ。コクコクなるんで、このニンニクの茎の食感も楽しいですね。これはカルビですよね。脂身もついてる。これ、もう間違いなくむぎゅっとなりますね。これ、2枚重ねでいただきます。これですね。これもう麦コリ最高で、じゅわっと脂身からね、美味しいカルビのね、お出汁が出ましたよ。これもご飯止まらないですね。このね、濃厚コクうまだれがもうね、ご飯にしみしみで、もうね、それだけで本当にね、ご飯大盛り一杯食べれちゃうぐらい、美味しい、タレしみご飯になってます。ニンニクの茎も、コキコキいってとっても美味しいです。ということで、6月25日から、発売開始されたこの松屋さんの、カルビホルモン丼、タレがね、めちゃくちゃ美味しくて、ニンニクの茎もね、食感良くて、ホルモンもむぎゅっとしてとっても美味しかったです。それでは、ご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。